チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、おめでとう、お隣の国のノーベル賞有力候補、についてです。ハンザワロスは、ルーズベルトゲームロスより、下町ロケットロスよりも、そんなでもないなって思っているマリナです。皆さんは、昨日のアメリカ大統領選、第1回候補者討論会を見ましたか？マリナも YouTube ライブで生中継を見ました。感想は、トランプ大統領と、司会者のバトルということでしょうか？このままバイデンさん、あと2回討論会をするのですよね。大丈夫でしょうか？お体、持ちますでしょうか？心配です。アメリカの世論を見ますと、CBS ニュースで、バイデン前副大統領が勝ったとの回答が 48%、トランプ大統領は 41% だったとの世論調査を伝えました。10% は引き分けだそうです。アメリカも、日本と同じように偏向報道が多いのですね。明らかに、トランプ大統領が優勢に見えましたが、さあ皆様は、どのように感じましたでしょうか。正直、マリナは今回の、アメリカ大統領選は討論会をやる前から、決まったなと思っています。その理由は、やはり最高裁判事を選挙前に、トランプ大統領が指名をして、その判事が承認されれば、選挙の勝ちは確定になるでしょう。大統領任期中に、3人の判事を指名し、承認ができたのなら、それはトランプ大統領のレガシーになります。連邦最高裁定数、9人は、保守派6人、リベラル派3人の構成になるのです。アメリカ大統領選の特に、激戦区にいる州の投票者は、共和党支持に流れていくのではないかな。特に妊娠の人工中絶に反対する、保守層の団結をより強固にしたとマリナは考えます。アメリカの最高裁判事は、終身制ですからね。ここ数十年は、保守的な判事を維持することができるのです。マリナには投票する権利はないのですが、今回のアメリカ大統領選は、どうなるかはわかりませんが、激戦区が面白そうですよね。エンターテイメントですので、注視していきます。今日は、偏向報道の話ではないのですが、希望報道と、言ったら良いのかな。今年も恒例の韓国の夢、ノーベル賞の季節がやってまいりました。宝くじの夢ではありません。毎年10月になると、お隣の国の人たちは、日本のノーベル賞受賞の頼りに、羨望と相対的剥奪感を感じる、屈辱の一週間になるのですが、今年はどうなるのでしょうか。さて今年のノーベル賞発表は、10月5日の生理学賞から始まり、6日に物理学賞、7日に化学賞の順で進み、12日までに平和賞、経済学賞、文学賞も発表されます。12月に開かれる授賞式は、新型コロナウイルスの影響で、オフライン授賞式に変わり、テレビ中継で代替される予定です。ノーベル委員会が選定する、ノーベル平和賞だけ、規模を縮小し、オスロ大学の講堂で進行される予定です。なんと、今年、ソウル大学のヒョンテクファン教授が、今年のノーベル賞有力候補リストに上がったそうです。おめでとうございます。ノーベル賞有力候補。中央日報から、国際的な科学情報企業のクラリベートアナリティクス社は、9月23日、今年、ノーベル賞を受賞すると予想される、引用栄誉賞に選ばれた優秀研究者24人を発表しました。この中に、ソウル大学科学生物工学部のヒョンテクファン客員教授、IBS ナノ粒子研究団団長の名前が入った。韓国人がこのリストに名前を挙げたのは、今回が3回目。国際的な科学情報企業クラリベートは、毎年ノーベル賞が授与される生理学、物理学、科学、経済学分野で論文の引用頻度が、上位 0.01% 以内の人の中から、毎年優秀研究者を選定する。分析を始めた2002年から2019年まで、クラリベートが選定した研究者、
336人のうち54人が実際にノーベル賞を受賞し、特にこのうち29人は2年以内にノーベル賞を受賞した。すごいですよ。やりました、快挙です。おめでとう。ノーベル賞有力候補、ヒョンテクファン。ヒョン教授は20年以上にわたりナノ科学分野を研究しています。今回クラリベートのリスト入りしたのはナノ粒子を均一に合成できる標準合成法開発の関連成果が重要な根拠となった。ヒョン教授は希望の大きさの均一なナノ粒子を作り出す方法を完全に新たなアプローチで考案した。従来の方式でナノ物質を合成すると粒子の大きさがそれぞれ異なって生産され、必要な大きさの粒子だけを選んで使わなければならなかった。ヒョン教授は、多様な試みの末に、室温で徐々に加熱する小温法を通じて、均一なナノ粒子合成に成功した。サンドウィッチマン富澤、曰く、何言ってるか全然わからない。でもなんかすごいですね。やりました、快挙ですよ。おめでとう。ノーベル賞有力候補、ヒョンテクファン。2001年にアメリカ科学会誌 JACS に掲載されたこの研究は現在まで1660回引用された。これに加え小温法の産業的応用に向けた基本技術も開発した。小温法は現在世界の実験室だけでなく化学工場でも標準ナノ粒子合成法として広く使われている。これまで発表したヒョン教授の400本以上の論文のうち7本の論文は1000回以上引用された。科学分野で1000回以上引用された論文の数は全論文の 0.025% に過ぎない。サンドウィッチマン富澤、曰く、何言ってるか全然わからない。でもなんかすごいですね。やりました、快挙ですよ。おめでとう。ノーベル賞有力候補、ヒョンテクファン。ヒョン教授は、2012年に基礎科学研究院 IBS に合流してナノ粒子研究団を率いている。特に今年は研究人生で奇跡の年と評価されるほどネイチャーやサイエンスなど主要学術誌に優秀な研究成果を相次いで発表している。ヒョン教授はソウル大学教授として任用された時アメリカの博士課程で研究してきた分野ではない新たな分野に挑戦してみようと決心し、その当時浮上していたナノ科学分野の研究に飛び込むことになった。教え子たちと同僚科学者、そして長期間一分野を着実に研究できた状況のおかげでこうした栄誉を得ることができたと明らかにした。サンドウィッチマン富澤、曰く、何言ってるか全然わからない。でもなんかすごいですね。やりました、快挙ですよ。おめでとう。ノーベル賞有力候補、ヒョンテクファン。ヒョン教授以外で科学情報企業クラリベートから選ばれた23人の中に日本人が2人入っています。その2人もノーベル賞有力候補として上がっています。ノーベル賞受賞が有力視される生理学医学分野の研究者としてがん研究会がんプレシジョン医療研究センターの中村雄介所長。科学分野では東京大学大学院工学系研究科の藤田誠教授が選ばれています。調べてみますと各分野で日本人はたくさん候補がいるみたいです。でもなんかすごいですよ。やりました、快挙ですよ。おめでとう。ノーベル賞有力候補、ヒョンテクファン。風は涼しいけどマスクをしてると暑い。電車のエアコンも弱いし汗かいて駅降りると冷えます。皆さんもお体気をつけてくださいね。一汗かくとビールが美味しい。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。メンバーシップマリナ支援お願いします。